イジドールピルスから1875年9月3日は19世紀のフランスの画家、パリで軍人の息子に生まれた。早くから絵の才能を示し、1826年頃から新古典派の画家、ギオーム・ギヨンド・ロティエールの工房で学び、フランソワイド・アール・ピコにも学んだ。1838年にローマ賞を受賞し、在ローマ・フランスアカデミーに留学し、 校長であったドミニク・アングルの指導を受けた。1839年夏に結核を発症し、ナポリに近いイスキア島に移って療養した後、ナポリ、ベネツィアとフィレンツェなどを旅して、初期は宗教的なテーマの絵を描いた。ピルの最も有名な作品である、ラ・マルセエーズを披露する、リール・タイイは1849年に完成した。 1854年から1855年の間、クリミア戦争に従軍して、軍事的なテーマを描くようになった。父親が仕えていた、将軍ニコラウディノなどの肖像画も描いた。1860年頃は、騎乗姿の人物画を得意とした画家のアルフレッドド・ドルーとスタジオを共有していた。1867年のパリ万国博覧会にも出展した。 1863年から1875年の間、パリのエコールでボザールの教授を務めた。アルジェリアも旅し作品を残した。1867年に芸術アカデミーの会員に選ばれ、レジオンドヌール勲章を受訓した。ラ・マルセーエーズを披露するリール大尉、クリミア戦争、修道場の死。ありがとうございます。